どうもポンシラです。今回は射撃火力が超高いイベさん21号にブルマとピコ飯のサポートをつけて遊んでいこうと思います。パーティーはこんな感じですね。いや、ピコ飯は最近の覚醒なのでサポートがあるのは皆さん知ってると思うんですが、なんとこのブルマは控えに戻るときにガールズのキャラに対してよだめを 50% もサポートしてくれるんですよね。この二人のサポートが合わさればよだめが 90% も上がるということで、どんな射撃火力になるのかマジで楽しみですね。それではやっていきましょう。さあよろしくお願いします。お相手さんは合体にご飯をぶっ込んでるということで、ゴジブル君のカウンターがだるいな。ちょっといや、これコンボ取ったら絶対やばいぞ。今跳ねまして、キャラチェン回避、危ない、コンボもらったぞ。さあ今よだめ絶対やばいです。行きましょう。ガチでやばい、ガチでやばい。もうどん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 射撃撃っちゃう、どんどん射撃。あ、ごめんなさい、痛い痛い。ヒット確認いっちゃいます。オッケー、連続撃ち。いや、ブルマの経由は切れちゃってるな。面切っておいて。オッケー、回避音聞こえました。やばいぞ。ボン跳ねまして、単発クイックタックからさっき必殺撃ったんで射撃撃っちゃいます。オッケー、噛み合いました。んー、まあご飯ちゃんで殴るかで、通常でいかない、いや外そう。いや、居座ってくるか。マジンコ TV ですか。いいだい、クイックタックで削り切れる。オッケー、いけるぞ。跳ねまして、跳ねまして、圧いっちゃうよ。オッケー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 。ブルマ経由で殴っていこうと思ったけど耐久不要、強すぎる。圧持ってきて、オッケー、必殺で落とせるんじゃないか。ポン、いや、いかないか。ただ強いぞ、勝てるぞ。跳ねまして、跳ねまして、跳ねまして、特殊切っておいて射撃は絶対に打てない。おっと、なんか突っ込んできた。はい、落としていけると。私だって成長してるんです。ガチでやばくないか、このパーティー。さあよろしくお願いします。お相手さんは3一族2 17号をぶっ込んでますね。速圧いっちゃいます。オッケー、入りました、行くぞ。私も手伝います。いや、これ絶対やばいぞ、受けきれないぞ多分、身勝手じゃ。そこですね。オッケーオッケー、外しちゃうよ。マヒってる、マヒってる、来てる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 、通常でいい。もう必殺ぶっぱ行くしかないよこれ、ごめんなさい。もう行くしかないんだもん、だってしょうがないじゃんこれは。ご飯ちゃんで受けたい。あ、やばい、やっぱブルマにしたい。あー、やばいぞこれ、やばいぞ、助けて。オッケー、ブルマで受けよう、多分耐える。いや、マジで21号爆発力やばすぎないですか。ちょ、止まって止まって、もういいじゃん、もう十分でしょ、もう十分だって、止まってくれって。オッケー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 。あはは、特殊やめて。あー、もう最悪や、よければよかった。まあご飯ちゃん捨てるか、こうなったら。さあ、ご飯のよだめサポートは切れちゃいましたけど、まだブルマの経由があります。跳ねようか跳ねようか跳ねようか、やめて、よし行くぞ、これ行くぞ。さあ行きます、ダブル経由。なんでキャラチェンしてきた、ドロ速上がるぞ。よしよし、ドロ速がすごい、ドロ速がすごい、落としきれるやろこれ。いや、メイン切ろうこれは、もう欲張らずに必殺で落としに行きます。あ、よいしょ、オッケー、ワンコンで380万。タックルかぶせるぞ、速圧してこい。オッケー、全部速圧だこの人。いける、マジで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 いけるよ。キャラチェンメインしておいて、お前は倒す。で、特殊を切ることによって泥速が上がったはず。許せないぞ、もう一枚持ってこい。お前は何をしている、マジで。特殊切ろう、許さないぞ。跳ねまして、あ、必殺かぶせたい。いや、噛み合った、そこ噛み合う普通。さあ打撃粉入れます。オッケーオッケー、まあライジング打ってきたらブルマ捨てましょう。さあまた勝てそう、なんか。オッケー、4だ、ごめんなさい、容赦しません、打撃打ちます。オッケー、背徳使わせたよ、これ必殺でいいよ、不滅剥がすよ。で射撃、あ、危な、速回避読み、オッケー、場に使わせたよ、これ勝ちでしょさすがに。
え、勝ちだよね。え、ライジングいくよ。オッケー、入った。やったいや、ライジング読んだとはいえど、すごくないですか、このパーティーに勝てんの。さあ、よろしくお願いします。お相手さんは全監督孫一族でしたね。絶対即発です。 OK。 いや、もうそれ強すぎって。打撃よ、容易に打てない。これ噛み合ったらでもやばいぞ。打撃は振るの。あー、噛み合った。こっちが噛み合ったよ。最悪。いや、でもワンチャンある。さあ、ご飯で受けておいて、止まってほしいな。やった、止まった、ありがとう。いいぞ。跳ねまして。うっと、遠距離。これダブル経由いっちゃうか。強いよ、これ。頑張れ。よし、キャラチェーンしてきたらドロ速上がるんですが、打撃が打てない。打撃は、あ、OK、回避音聞こえた。踏ん張りまでいかないよね。そうですよね。跳ねまして、跳ねまして。何をしている。釣れたぞ。いや、これたださ、もう打撃封印強すぎや。タックルかぶせるぞ。イソカツ絶対してくるぞ。全部わかるぞ。もう全部わかる、この人の動き。さあ、ごはんちゃん頑張れ。いや、ブルーまで殴るか。でメインで待機短縮とかないか。もう何してんだ俺。最悪、性能把握しとけばよかった。ただこっから21号で殴れます。いや、通常でいくでしょ。よし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 、とりあえず踏めざがした。あっ、あっ、間に合った。速圧いくぞい。そこずらせるか。これごはんちゃんのあれなくなっちゃうな多分。よだめサポート予約打ちしたらそれ耐えるんじゃないか。 OK、 耐えるよ。これ耐えてるって言うの？耐えてんの本当に。ちょ、キャラチェンしよう。跳ねまして、跳ねまして。痛くて、あー、通してきたらかぶせます。オッケー、ある。全貫突孫一族に勝てそうなんだけど。さあ、お相手さんはもう不滅ありません。跳ねまして、通常でいい。で、一回ブルマ経由しよう。跳ねまして、これクイックタックだけで死んじゃう。危ね、マジでよかった。クイックタック打撃でいい。範囲特殊、まあまあしゃあないな。これはこれに関してはしょうがない。もう射撃打ってもアーマーされる可能性あったんでね。さあ、あとワンコン取ったら落としきれるはず。タックル回避、跳ねます、跳ねます。通常で怖いな。キャラチェンしとこう。これで特殊も切っておいて、開発してくんないか。単発打撃は振っておいて、おっけ、来たやろこれは。さすがに、ちょ、21号で殴ろう。おっけ、キャラチェーンしてきた。そいつ落ちるぞ絶対。不滅もないぞ。射撃変換しよう。オッケー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 。通常場に使わせたいけど、オッケー、最速いけるぞ。ちょ、待機回そう。マジで待機、待機を回すしかない。オッケー、ドロ速なんかめっちゃあるんだけど。いや、これは必殺にしとこうか。お願い、ポン。え、落とした。本当に強いんだけど。このゲームウルトラとかリミテッドよりも全然イベさんの方が強いです。はい、対戦ありがとうございました。ということで、今回はダブルサポートをかけたイベさん21号で暴れていきました。いや、今回は最近の動画の中でもトップレベルで火力がバグってましたね。いや、お相手さんに青属性がいなかったらマジで一瞬で破壊することができるので、ぜひ皆さんも使ってみてください。それでは今回はこのくらいで終わります。では、さあ、よろしくお願いします。お相手さんは青2枚ということで助けてほしいです。すごく総裁しますよ。打撃キャンに射撃合わせてみる。オッケー、入った。さあ行こう。チョキ力減少強すぎ。タックル来い、かぶせるよ。オッケーオッケーオッケーじゃねえなこれ。どうしようこれ。跳ねまして、跳ねまして、かぶせる。あ、打撃キャン振っちゃいます。釣れないか。打撃キャン振っちゃいます。釣れないか。打撃キャン振っちゃいます。おお、打撃キャン狩りはできるんかい。これ欲張りメインするか。欲張りメインするしかないな。
ここや。ごめんなさい。なんで場にないぞ。オッケーあるぞ。ちょ、本当に読まれたらおしまい。やめる。やめます。対戦ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。